ヤルベンパーはフィンランドの基礎自治体の一つであるウーシマー県ヘルシンキ軍に属する1951年にトゥースラから分離独立した独立後は商業都市として発展を続け1967年には市となったヤルベンパーはヘルシンキとリーヒマキを結ぶ鉄道が通りヘルシンキからは北に3 7トルの位置にある隣接している都市は トゥースラ、シポー、マンツァラ。ケラバは、近隣ではあるが、間に、トゥースラがあり、隣接はしていない。鉄道が、市の中心部を通る。中心駅である、ヤルベンパー駅の他に、キュロラ駅、サウナカリオ駅、ハーラヨキ駅、プロラ駅が市内に存在する。列車は、ヤルベンパー駅には1時間2本、その他の駅には1時間1本程度停車する。ヘルシンキ中心部へは、 鉄道、道路のどちらを使っても30分ほどで到着する。ヘルシンキ・バンター空港へは20分程度。ジャン・シベリウス邸、アイノラが市中心部から南 2km に現存している。シベリウスは1904年にこの地に移り住み、1957年に死ぬまでここに住み続けた。アイノラは下記にシベリウスミュージアムとして一般客に開放されている。建築家。 アルバーアールトが設計した作曲家、ヨーナス・コッコネンの辞邸、コッコネン邸がヤルベンパーのトゥースラコのそばにある。イベントホール、ヤルベンパータロがあり、年中コンサートや映画、アートイベントなどが開かれている。また音楽イベント、プストブルエスが毎年開かれ、市中心部のブルースストリートではこの期間、コンサートや道端のセッションなどで盛り上がる、ヤルベンパー駅愛のラ。 ありがとうございます。